小先者からの SOS は、イギリスの SF ドラマ、ドクター、風の第6シリーズ第9話。2011年9月3日に BBC1 と BBC アメリカで初放送された。脚本はマーク・ゲイティス、監督はリチャード・クラークが担当した。本作では、異星人のタイムトラベラー11代目ドクターと彼のコンパニオンのエイミー・ポンド及びローリー・ウィリアムズが、 ほとんどすべてのもの、特に寝室のクローゼットを怖がる8歳の少年、ジョージの家を訪れる。ドクターが、ジョージの父アレックスと議論していると、エイミーとローリーは、人間サイズの人形が潜むドールハウスに、閉じ込められてしまう。小先物からの SOS は、人形に対するケイティスの恐怖心にインスパイアされて、おり、登場する人形は、恐怖を演出する粗雑な外形に、デザインされた。 本作は当初予定されていた第6シリーズの前半から後半へ移され、シリーズのストーリーアークに合うように変更する必要が生じた。撮影はシリーズで最初に行われており、2010年9月にレッドクリフトダイラムパークでドールハウスの内装が撮影された。イギリスでの視聴者数は707万人を記録し、批評家からのレビューは賛否両論であった。 雰囲気とビジュアルの観点からは、賞賛を受けたが、ストーリーアークに重要なエピソード、ヒトラーを殺そう、の翌週であったため、包括的なシリーズの物語へのインプットが欠けているという批判もあった。ドクターは、自身の幼少期の童話として、白雪姫と七つの鍵、三匹のソンターラン、裸のダーアレク皇帝を挙げており、これらは1974年の演劇。 ドクトル・フー・ザ・ダーレックス・イン・ザ・セブン、キーズツー・ツ・ードゥ・ムズ・デート、番組に何度も登場する敵、ソン・ター・ラント、皇帝、ダーレクに言及している。また、彼は、紅茶とジャムクッキーが好みである旨を述べており、これは、ゲーティスが以前に執筆したエピソード、ダーレクの勝利に由来する。小先物からの SOS の人間大人形は、ドイツやオランダのペグ・ウッドン・ドールを元としている。 脚本家マーク・ゲイティス曰く、彼はいつも人形を怖がっており、ドクター風で人形がこれまで使用されていなかったことに驚いた。彼は特にペックウッドン・ドールに興味を示し、ふさわしい悪夢だと述べた。ゲイティスの BBC でのテレビシリーズフーニルンには以前ダニエル・メイズがゲスト出演しており、ゲイティスはわざとフンランドでのキャッチフレーズとして、 Maybe later というフレーズを台本に挿入した。しかし、メイズはそれに気づかなかった。エピソードタイトルはもともとホワット、アーリトルボーイズメイドオブであった。本作は第6シリーズの第4話として撮影され、シーズン前半の予告編にも登場したが、物語の多様性を残すために、第6シリーズの前半から後半へ移され、マダム・コバリアンの 登場シーンの削除などエピソードに小さな変更が加えられた。オリジナルの最終シーンは却下され、シリーズのストーリーアークに合う新しい結末が執筆された。本作には、わらべ歌も登場する。筆頭脚本家のスティーブン・モファットは、ドクターの死を匂わせたく、ゲイティスにわらべ歌を執筆するように依頼した。完成した歌についてもファットは、はるかに素晴らしいと絶賛した。 わらべ歌の別バージョンは、子連れのコンパニオンと、シーズンフィナーレ、ドクター最後の日でも登場した。本作は2010年9月に、第6シリーズで最初に撮影された。撮影は主に、サマセットのバースの公営住宅用地で行われ、ドールハウスの中のシーンは、ダイラムパークで撮影された。見栄えのする建造物を理由に、ブリストルが選ばれ、階段と、 チェック柄の床を理由にダイラムパークのカントリーハウスが選ばれた。内装のアンティークは取り除かれ、まるで遊んだ後かのように置かれた、子供じみた家具に置き換えられた。人形のデザインのうちいくつかは、普通の人形と、より粗雑で恐ろしい外見の人形のバランスをとることが求められた。人形の演者たちは固い足を振って、腕を振るうように振り付けされた。アレックスとドクターが、 キッチンで会話するシーンでは彼らが話の最中に冷凍庫を開け閉めしているが、これはもともと台本にはなく、マット・スミスが即興で行ったものである。本作のゲスト出演者として招待されたメイズは、自身にジョージのような息子がいることから、家族の要素を持つ本作に惹かれた。大家がカーペットに沈み込むシーンは、彼を緑色の液体に沈める。 油圧式装置の上で撮影された。小先物からの SOS は2011年9月3日にイギリスでは BBC1 で初放送され550万人の視聴者を獲得してその日4番目に多く視聴された番組となった。視聴者数の最終合計値は160万人のタイムシフト視聴者を加算して707万人に上った。 アプリシエーションインデックス86を記録した。日本ではドクター風ニュージェネレーション第2シリーズとして2016年8月から第6シリーズのレギュラー放送がアクスンミステリーにて始まり、小先物からの SOS は9月1日午後10時から放送された。なお、同日午後11時5分からは、次話、無情に流れる時間が続けて放送された。 本作への反応は一般に皇帝寄りであった。ガーディアン氏のダン・マーティンは、ゲーティスが以前に執筆した、賑やかしたいテレビの中に住む女、ダーレクの勝利から、本作が改善されているとコメントした。彼は、ヒトラーを殺そう。と比べて上等で気味が悪いレトロな、ドクター風のエピソードだと高評価したが、空っぽの少年など、スティーブンもファットによる、 以前のエピソードとプロットが似すぎているとも指摘した。後にマーティンは当時未放送だったドクター最後の日を除く第6シリーズの全エピソード中本作を10番目に良いエピソードに位置づけた。デイリーテレグラフのギャビンフラーは番組をうまく手に入れていると人形を絶賛しドールハウスのコンセプトにもンジの言葉を送った。ドクトルフーエクスペリエンスでの人形の展示。 イグンのマットリズレイは本作に10点満点で8点をつけ、壊れそうな不気味なドールハウスのミニチュア化した心臓の中へドラマとホラーを動かし、外見から示唆されるほど恐ろしくはなかったし、記憶には残らないが悪役も揃い、最も効果的なサウンドデザインも使われていたと称賛した。彼はエーミーとローリーがドクターとジョージを呼び、 アレックスとの関係にインパクトを残さなかったと指摘したが、メインのストーリーについては舞い上がったと高評価した。SFX 誌のラッセル・レイウィンは、小先物からの SOS に星3つ、半を与え、数多くの素晴らしいものがあるが、古典的なエピソードにするために必要なプラスアルファの何かがない、特に予想外のものではないと述べた。しかし、彼は、ドールハウスとアパートのショット、 人形、マット・スミスとダニエル・メイズの演技、ジョージの正体が現実を作り出すエイリアンであるというアイディアを称賛した。クレーブ・オンラインのブレア・マーネルは、小先物からの SOS が、第2シリーズの危険なお絵描きを早期させると指摘したが、ジェイミー・オラムの演じるジョージが、怖がりの少年であることに頼ったのではないため少しは、マシだと述べた。また、 彼女はマット・スミスの演技を称賛したほか、アーサーダー・ビルのローリーが早くもドクター風新シリーズで最も面白いコンパニオンの一人になったと絶賛した。しかし、エイミーが人形に変換されるシーンについては、物語の中で軽く扱われている状況が逆転しないのではないかという疑いは全くなかったと述べた。 全体として彼女はエピソードを10点満点中7点と評価した。ザップニートのサム・マクファーソンは小先者からの SOS を暫定的に第6シリーズで最低のエピソードであると呼び、一貫性がなくめちゃくちゃなエピソードですっかりつまらないとして C の評価をつけた。彼はストーリーアークに重点を置いたエピソードの後に独立した本作を続けたことを批判し、 ドクターの戦争で始まってヒトラーを殺そうで続いた勢いに対するスピードバンプだと述べた。また彼はジョージがアレックスの脇に追いやられていたことが本作の最大の欠点であると述べ少年が恐怖を乗り越えてクローゼットの怪物と戦う物語にする機会を逃したと指摘した。しかし彼はスミスとダービルのセリフについて称賛した。本作は 当初第6シリーズの前半として計画されていたため、彼らの娘リバーソングなど、以前のエピソードでの出来事に、劇中で、エイミーとローリーが言及しておらず、そこを指摘する批評家も多かった。マクファーソンは、わらべ歌が、ドクターからの招待状でのドクターの死の伏線であると、指摘したが、歌の内容が曖昧だと判断してカウントしなかった。ありがとうございます。